はい、パーム山田です。今日は今年小麦買ったところを秋起こししてます。はい、プラウはアマゾンでね。はい、やっとねトラクターが帰ってきて遅れていた、本当はもっと早くねこことか起こして石拾いとかもしたかったんだけど、まあトラクターがね入院してたんで、この間無事退院してやっ と、 遅れてた作業、プラウ掛けねやってます。はい、でねやってはいるものの、まあ今ねそば刈りと併用してね、そば刈りもやりながら畑も起こしてます。で、この間ね新しい新型のコンバイン入れたんだけど、今ちょっと1台またね1150がね修理に出てます。それでプラウもね前の動画でね上げたっけな、忘れてたけど、なんつうの、まあ、部品がねちょっとね曲がボッコがね曲がってね、板金屋で代替作ってもらってやってたんだけど、やっぱりダメで、でそれで部品今発注してます。で発注してるんだけど、いつだったかな、もう3週間近く経つかな、だけどねまだ来ないんだよね、やっぱ海外部品だからかな。はい、それでどこの部品が壊れたかっていうと、ここね、こいつがぶっ飛んだんだよね前ね、こことこっからこのこいつもぶっ飛んだのさ。でまあ、こいつなかったらもうこいつがもうぐにゃんぐにゃんで寄せていかないから、でこれを板金屋に頼んで全く同じものを作ってもらったの。だけどやっぱり正規と加工品じゃ強度がね持たなくて、ここが曲がっちゃったんだよね。それでやっぱダメだってことで、純正品を取ってくれっていうことで取ってもらってんだけど、ほんと来なくて、だから作業は止めたくないから、ですね、ちょっと見えてると思うんですけど、キメラ化しました。他の部品をね、他のプラウのものをつけましたこれはクバナランド、うちでもともと使ってたクバナランドのやつですね。ここね、赤でね。でこれはそのね、なんだっけ、板金屋に作ってもらったやつね。でまあ、ここら辺は生きてるから、もうこのボッコだけが要はなくて、これで代用してます。だけどやっぱり長さがね、純正品とこいつじゃちょっと長さが違うんだけど、太さは一緒だから、まあ、使い方も一緒だし、ここの R ね、もうここも L 字のところね、もう角度が一緒なんで、ただここの長さがね、純正品と比べたらちょっと長いんだよね。だからここがさ、ちょっと見づらいと思うけど、こうか、ここがちょっとこう出て曲がってんだよね。だけど純正品はほら、ぴったりこの板のところからこう曲がってるでしょ。だからまあちょっとしたやっぱりね寸法の違いがクバナとではあるんだけど、まあこのぐらいだったら、大丈夫かなと思って、とりあえず一回つけてやってみっかと思ってやってます。それでまあね、ここが長い分ね、何が起こるかっていうと、こっちに押す力が多分強まるから、こいつが曲がるかなとも思うんだけど、でも、構造上ここで押さえしてるから曲がることは多分ないと思うんだよね。ただあまり正規以外の部品をつけると何が起こってもおかしくないので、なるべく早く部品入れ替えたいなと、付け替えたいなと、正規のものに付け替えたいなと思ってるので、伊関さんよろしくお願いします。なるべくなる早で部品確認してください。はいはい、ということで、プラウをね、ちょっと改造して、改造ってほどでもないけど、やってます。はい。
やっぱね GPS でこうやってねプラを引っ張ると楽だよね。うん、ここはねちょっとね動画じゃ分かんないけど、こういう感じかな、こういう感じになってるんだよね。うん、だから少しやりにくいところではあるんだけど、まあねやり慣れてるのでね、やっぱね変な畑嫌だよね。なんか別に傾斜は傾斜でいいんだけど、なんかぐにょんぐにょんしてうねになってるのさ、やりづらいよね。はい、まあこんな感じで秋起こしなんとか急ピッチに進めていきたいと思ってます。他にアマゾーネとかさ、なんかレム県とかさ、いろんなのあるけど、海外製品ってやっぱりさ在庫してないと海外手配になったらさ、他の人もみんなもあれなのかな、結構待つのかな。遺跡でアマゾーネ扱ってて、でまあアマゾーネだけじゃないけど海外部品はやっぱり輸入手配だから、3週間かかるって言われてんだよね。大体3週間かかるって言われてて、で早くてみたいな、で出荷しましたっていうのは確認できるんだけど、いついつ届きますっていうのが結構曖昧で、大体何日頃ですよみたいな感じで言われるんだけど、で1回遺跡は本州の本社っていうか本州の遺跡に届いてから北海道に回ってくるので、遺跡で受け取らないと確実な受け取り日取りがわからないんだよね。まあ海外の輸入機械をメインに扱ってるんだったら、まあちょっとまたそのルートとか在庫数とかで変わってくるのかなって、そういう納品日、変わってくるのかなと思うんですけど、やっぱねなかなかね海外部品、海外機械壊れるとなかなか難しいで、結構壊れやすい、よく壊れますよとか、よくちょっと不具合ありますよってところはやっぱり在庫を何個かしてるんだけどね、事例がないものとか、ここはうちでは壊れたの初めてですねとかだったら、しかもなんかね作ってますとか、なんか謎にやっぱり海外も在庫してない場合なまらきついよね。あ、3週間で、物によっては何結構なかかる時もある。それは本当にきつい、仕事になんないからねマジで。まあね、まあコンバインにしてもしかり、トラクターにしてもなんだけど、まあ壊さないようにね、クラッシャーしないように、まあね、そんな絶対壊さないっていうのは無理なんだけどまあね、なるべくね大事に大事には使ってるけど、なるべく壊さないように、でもしね何かあったらね、また販売元だったりとか、そういうねお世話になってる機械さんがしっかり直してくれるので、なんか自分でできないことは機械さんに連絡してすぐ直してもらいましょう。はい、まあこんな感じでね、秋起こしまだまだあるんだよね。大豆も刈らなきゃいけないし、大豆刈った後も起こしていかなきゃいけないし、雪降る前にもうねラストスパートなので、この感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じでした。はい、ではまた次の作業でお会いしましょう。